こんばんは。結婚して、あ、今日は雨だから無理です。雨の日は無理なんですよ。なぜかというと雨が嫌いだからです。今日ね、めっちゃ運命的な香水に出会って、めっちゃ気に入ってるんですよ。買ってないけどね、バリ高かった。めっちゃいい匂いの香水に出会って、なんか神みたいなので匂わしてくれたんですよ。でこれどうぞって言われて匂ってたら超いい匂いで、クンクンしてたら、なんかつけて帰りますかって言われたから、つけさせてくださいって言ってつけさせてもらって、普通に癖でちょんってちょっとしたら、こすらないでくださいみたいな、めっちゃ必死に言われて結構泣いた。もうすごかった。結構その瞬間にすごい帰りたくなっちゃってやめました、ね、こすらないでくださいみたいな言われてちょっと怖かった。そう、香水はこすったらダメってよく聞くけど、普通になんかトントンぐらいやったらいいと思ってた。ふはダメだけど、なんかチョンってそれぐらいいいんじゃないのと思ってたけど、それもダメっぽかった。結構厳しかったですね、やっぱり。しかも結構なんかその後めっちゃ説明された。香水は何言ってるかちょっとあんま分かんなかったんですけど、粒がどうのこうのでみたいな、匂いが変わっちゃうからみたいな言ってて、ちょっと分からんかった。普通にそうめっちゃ言ってた、なんかバリなんか言ってたんですけど、ちょっと教科には分かんなかった。なんか言ってるわもう分かったよって擦らないからねって思いました。でもめっちゃいい匂いで、また買いたいなと思います。結構ね、なんか自分でもびっくりするんですけど、なんか自分でもめっちゃ効いてる、うわ待て、あ終わった、めっちゃ効いてるつもりなんですよ自分でも話、って聞いてるんですけど、後から思い返すと、あ、自分全然話聞いてなかったなっていうことがある。今日とかもそう、めっちゃ香水の話してくれたけど何も分からんかった。なるほどなるほどって聞いてたんですけどね、無理でした。して、今日はちょっと雨だから無理です。今日雨女すぎてやばかった。今日ね、まず家出た瞬間、え、てか昨日からやばくて、今日雨女、まあ雨女は認めたら負けだから認めてないんですけど、まあ、友達が雨女だったんだろうなって思って、 K2 申し込んだ、嬉しい、待ってるからね、当たりますように。なんか昨日も家出た瞬間に雨降ってきたから華麗な U ターンを見せて、今日も家出た瞬間に雨が降ってきて、しかも傘持ってなかったからもうずぶ濡れって感じ、ずぶ濡れって感じで行って、なんか店なんか出た瞬間、京香が外に出た瞬間に雨降ってきて、だから雨宿りしたら止んで、いけるんじゃないって思って外出たら降ってみたいな、コントみたいなことしてた。いやんな、今日ちょっと雨の調子、雨のタイミング悪かった。めっちゃゲリラ豪雨やったよな、お昼。あれほんまにいらんと思う、そのシステム。ゲリラ豪雨というシステムいらないと思う。なんか久々の気分、え、わかる、久々じゃない、何してんの、ハートありがとう、アイスありがとう、バニラーニャです、お願いします。
あわ、ありがとう。誕生日、あ、そうや、おめでとう。ハッピーキョッピーな一年にしようね。おめでとう。幸せな一年にしましょう。アイス、ありがとう。アイス、ありがとう。白、白の話さ、なんか誰かがしなきゃする。待って、誰やっけ。ああ、思い出した。バニラ、ありがとう。香水どこで買ってんのか気になる。今日のはね、本気で紹介したいけど買ってないから紹介することできない。でも本気でいい匂いでした。今日のやつやばい、ほんまに。なんかもうなんかでも店員さんに「こすらない方がいいです、こすらない方がいいです」みたいな言われてちょっとびっくりしちゃったから「あ、すいません」ってやるか「すいません」ってやるかちょっと悩んだんですけど、黙って「すいませんすいません」ってなった。それに気まずかった。全然来れてなかった。きょうちゃん不足でな。きょうちゃん不足でしょ。さすがにきょうちゃんも寂しかった。ハートアイスありがとう。アイスありがとう。でも結構強化にしては甘い匂いを匂った。今日てかめっちゃいい匂いでした。普通にありえんぐらいいい匂いで、ありえないなって思いました。だから絶対買う。次欲しいもの決まり、メモしとこう。欲しいものリスト23日、待ってるね。みんな公園久々な感じがするからぜひ来てほしいですね。こんなにやばい香水あるんやって思った。なんか待ち時間にあの香水なんかいろんなの匂っててくださいねって言われたけど、もう結構心一つに決まってたから、これ以外によったら普通に鼻バグるしと思って言わなかったです。そういう時って困りましたよね。甘い匂い全然好きじゃないんですけど、これはいい匂いでした。これ匂い伝わればいいのにって思うな、よく。これです。じゃじゃん、ブルベ。やばい匂いする、ほんまに。めっちゃいい匂いです。今日も可愛い。もう今日は雨に打たれて、さすがに前髪が終わってる。アイスありがとう。なんかね、めっちゃ普通にこう普通にいるだけでもいい匂いする。絶対買おう。でもめっちゃ高いんですよ。結構価値で高くて、価値高いんですよ。ゼップに続いて劇場での初キョッピー待ってる。絶対当たりますように。アイスありがとう。あ、そうです、今日も元気にインスタ投稿しました。3個くらい。嬉しい。ほんまにこの匂いによってほしい、ぜひ。絶対買おう。でも心に決めた、いつか。なんか欲しいもの急に、あ、買いに行こうって急に思う時ない。だからその時が来たら買います。
アイスボックスありがとう、バブルみたいなありがとう。そう、今日のインスタ投稿は半年ぐらい前のやつです半年ぐらい前の写真です。今日のやつはイルミネーションってところでまあ伝わると思うんですけど、なんかもうやばいぐらいいい匂いするんだけど、絶対やばいでしょこれ、やばい、買いたい。そう、今日の目標毎日投稿なんですけど、あの全然写真がなくてなかなか投稿できないけど、今日はひねり出して絞り出して投稿しました。楽しみにしてくれてんの嬉しい。今日は半年ぐらい前、11、12月ぐらいのです。だってイルミネーションだから、普通に考えてそう、今日がインスタ趣味だからたくさん投稿します。レインボースターありがとう。あとでもね、あのリール作れるんですよ今、動画がある、実はディズニーのなんですけど、だからいつかリール上げたいなと思ってるけど、結構波に乗らないとディズニートーク終わっちゃったから今更感出ちゃう。ちょっと早く編集して載せたいと思います。あ、そう、小学前の京ちゃんです。だからネイルしてない。そう、ネイルしてないです。昔の写真載せる、まあ顔は別にそんな大して1年ぐらいじゃあんま変わってないけど、ネイルしてないからちょっと嫌だなって思うことある。今日はお買い物しました。ちなみにかわいいクック買いました。ここのツヤすごいかわいい。アイスありがとう。そう、ネイル変えたい。まあいいけど、あのハートつながるやつやりたい。ダメかな。アイスあとね、美容室行きたい、さすがに全然行ってない最近、いつものところで行っかかも、探すのめんどくさいし。ブイハートじゃない、アイスありがとう。SK 詳しくない知り合いにきょうちゃん見せるとみんな可愛いって言うので嬉しい。じゃあみんなにたくさんきょうちゃんを見せて、あの連れてきてください。設定ね、あのそう本気で困ってて今、なんかでもマジで嘘つかなくて、じゃ嘘をついたらいけないっていうことを今日改めて実感して、今日の失敗エピ聞きますか。あの普通に話してて買い物するときに、で、あのこの辺の方ですかみたいな、あ違う、なんかあおちこの辺ですかみたいな言われて、まあなんか適当にさ、そんなんさバカ真面目に答えんやん正直。私なんか今日めっちゃ話聞いてないからあんまり、私なんか結構めんどくさがりだから、もう全部なんかそんな会話なんていらないでしょみたいなタイプだから、パパッと行ってパパッと帰りたいんですけど、なんかの流れでね、もう普通にお話ししてくださってね、この辺のおちこの辺ですかって言われて、あーそうっすみたいな感じで言ってた
だからなんかよくこの辺で買い物するんですかみたいな、そうそうそうって言ってたんですけど、でも後々登録みたいなするときに住所を登録しなきゃいけなくなって、さっきお家近くって言っちゃった、全然嘘ぴょんって思いながらやってて、マジ気まずかった、気まずかった。だってそんなんさ、その場を逃れるためにさ言うやん、適当にさ、さっすさっすさっすって全部なんか今日か全部さっすさっすって答えるんですよ、何もかも。なんか家違います、家こうですっていう言えへんくて、めんどくさいからそう考える時間が、だから全部うんそうです、はいはいはい、そう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 って言ってるから、後からはちょっと気まずくなる、気まずくなるんですよね。ナイスありがとう、今日めっちゃ気まずかった、普通にミスったと思って、でもそんな正直答えんやん、近くですかって言われて、そこでさ、いやでもそんな近くないんですけど、でもそんな遠くもなくてみたいな、でもあんま近くないんですけど、でもそんな遠くもないんでみたいな言われてもだるいやん、店員さんからしても、別にそこまで興味ないってって絶対思われるやんか。だから正味店員さんなんて別にそんな興味ないから、その住所登録みたいな見て、でも意外と遠いやんけとか思っても、別にそこまでどうでもいいと思うんですよ、別にこいつ嘘ついたとかってならんやん、どう考えても。だからそうどうでもいいんですけど、ただ気まずかった勝手に、ね、自分がミスった、嘘バレたっておもろかった今日、結構ね面白かった。もう全部適当に答えちゃうの本気でやめたいと思います。めっちゃ気まずくない、普通にミスった、アイスありがとう、マジで気まずくて、それ以降めっちゃ気まずくて、もうずっと渋い顔してた。香水もさ、こすらないでくださいよって言われるしさ、気まずかったもん、もうそこ行かれへんわから、また行きたいなと思ってたけど、よく考えたらもう行けないなと思って、もうなんか登録しながらもう、まあ、一生会わんからいいかって思いながらやってた、分からんけどまた行けばいいけど、もうこの人一生会わんからいいわって思うこと最近多すぎる、自分のせいで、自分のせいで一生行けない場所がどんどん増えてくる、まあどうせ自分のことですぐ忘れてるけど、だからね、そう適当な嘘つくんやめようと思いました。マジで危なかった、でも危なかった、そんな正直に答えることないから、もしそこでどの辺ですかって言われてたらどうしようとか思いながら喋ってて、まあ、どの辺ですか聞かれんかったらよかったけど、そこでもし変違うところとかさ適当に答えててさ、で後から住所言わないとあかんってなると、もっと気まずい未来待ってた、あっぶねー、アイスありがとう。だからね、すごい帰りめっちゃニヤニヤしてた、今日もおもろいと思って。いやでもね、他人にあんまり自分のことを話しすぎるのも良くないから、でもなんかシンプルに嘘つかれへん、なんかあのね、京香が嘘つかれへん理由があって、一つシンプルになんか情報、頭の中の情報がバカ少ないから、あの嘘つけないんですよ、知ってることが自分のことしかないから、自分のことは知ってるやん、さすがに。だから本当のことは言えるけど、自分以外の情報がゼロだから嘘つけないんですよ。
大学生じゃないから大学生の嘘絶対につかれへんし、もう今はバイトもしてないからアルバイトしてる嘘も多分つけないと思います。アイスありがとう。MBTI は隠した方がいいよ、さすがに。絶対に MBTI はね、住所と同じぐらい隠した方がいいと思います。悔しい。だからこういう時なんかちゃんと勉強じゃないけど、なんかもっと頭良かったらどうにかできたんだろうなって思うことが多い。すごい、まあ素直に生きたらいいってことですよ。お仕事何されてるんですかってさ聞いたらダメな法律とか作ればいいのに。人にそんなこと聞くんじゃないみたいな。だって年齢とか聞かんやん普通、女性に対して。おいくつですか、なんか子供、明らかに子供やったら教科は全然ギリとか全然まだ聞かれることあるけど、何歳ですかまだあるけど、でもさもっと上の人、なんか怪しい年齢の人に「おいくつですか?」って絶対聞かれへんやんか。それと同じでさ、職業も聞かないようにしたらよくない?絶対言いたくない人もいるでしょ、中には。お店で MBTI のキーホルダーあったんだけどそんな時代になってる、やば、絶対買わん。買っても絶対目につくところにつけへん、そういうことです。きょうちゃんさらに可愛くなった、嬉しい。毎日可愛い更新中、ハートありがとう。でなんか自分なんかアイスありがとう。職業を隠したいわけじゃないけどさ、なんか言い過ぎも良くないやん、どう考えても。だってわかんないじゃないですか、そんなこと。わかる?なんか意味。マジバイトリーダーにしようかな、これから。職業なんですか?バイトリーダーです。かっこいいやん、バイトリーダーがいいな。今日も一瞬悩んだ、あ、フリーターですっていうか、今日?違うね、今日じゃないね、いつか。前髪長いな、切ろうかな。バイトリーダーかっこよくない?だってリーダーですよ、バイトリーダーです。何のですか?焼肉屋さんです。19あ、公園か。そうそうそう、アイドルなんか別に隠したいわけじゃないし言いたいわけでもないけど、なんか絶対言い過ぎたら悪くなるやん、絶対に危なそう、普通に身に危険が迫りそう。だからそれで困ってる。なんかさ、そうこういう話してるとみんなさ「自意識が重々!」みたいに言ってくるからさ、ちょい待てよって。そういう話じゃないんだよって話ですよ。妹さんありがとう、ありがとう。じゃあバイトリーダーにします。あ、もしくはダンサー、キッズダンサーです。テーマパークダンサーにしようかな。エルモです。アイスありがとう。ね、タクシーとかね、わかる。ちょマジ気をつけた方がいいと思う。スター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 、めっちゃ最近さ踊りたくて、やばいね、もう勝手に踊ればいいか。嘘つく用の設定、そう、あ、だからダンサーにしよっかなってちょっと思ってる。間違ってはないやん。ダンサーにしようかな。ダンサーめっちゃよくない?なんか結構
いける、ダンサーならやってたし、なんか多分ダンスやったことないのにあのダンサーですって嘘ついちゃうとこういうことが起きますっていうこと一つ教えてあげる。えー、みたいな、ダンサーさんなんですか、どんなジャンルですかって絶対聞かれるんですよ。だからそういう時絶対困ると思うから、ヒップホップですって言えばいいよ。ヒップホップですっていうか、ジャストダンスですとか、あとロックダンスしてますとか。だからね、今日結構ダンサーとして嘘つける。なんだろう、普段何してるんですかって何するんだ。だからダンスしてるんです、踊ってるんです。一日どのくらい踊られるんですか。一日が24時間だとしたら、23時間は踊ってます。レインボースター、ありがとう。ダンサーといってもいろいろありますからね。ダンサー、実際にステージに立つダンサーとか先生とかいろいろありますからね。結構いろいろ言えるかも。ダンサーにしよう。アイスありがとう。結婚はあの目が乾燥してるからできないです。キーラキーラ、踊ってみてくださいって言われても踊るし、確かに最悪踊れるもんな。全然しょうか。ちっちゃい時から「え、踊って」ハラスメントめっちゃ受けてた。小学校の時とかめっちゃ言われてきた、今までの人生。なんかさ、サッカーや野球やってますって子にはさ、え、やってって言わんけど、なんでさダンスやってる人だけに対してさ、え、踊って踊ってってなるんやろ。あれガチでさ、え、きょうちゃんダンス習ってるの、踊ってみてよって言われて、きょうががガチでさその目の前でオッケーとか踊り出したらさ、みんなさ、え、それは違うんだけど、それはすぐ無理なんだけど、こいつガチで踊り出したんだけど無理なんですけどってなりそうじゃない。普通に絶対なると思うな。ハートありがとう。そう、ガチダンスしたくて最近踊りたいなってめっちゃ思ってる。いつか踊ります。結婚は今日雨だからできないです。あ、でもね、今日ね有益な情報を得ました。今週は雨だけど来週から晴れるみたいなこと言ってたね。別に天気予報見たら分かるんですけど。わ、ミラボありがとう。久々ミラボ。コンサートでガチダンス、もう今回割とガチダンスありますよね。あ、じゃなくてもうガチヒップホップみたいな音楽かけてって感じ。
いやもう梅雨明けしていいよ正直。あでも梅雨の乗り越え方一つ分かった。前髪を作らずにピンで留める。ヒップホップとかロックダンスね、踊りたい。マジでね最近めっちゃ踊りたくて、踊りたいなって思ってる。時間ができたら、まあ、時間あるんですけどね全然でへー、ハートアイスありがとう。どの曲もとても良かった、嬉しい、ありがとう。ダンス教えるのは得意じゃないです。ダンス教えたことない人に。結婚は雨だからできないです。めっちゃ湿気で髪の毛ボサボサになっちゃうし、前髪も崩れたんで。札幌が待ち遠しくて眠れない、結構それはガチです。あと1週間近く寝れない日々が続くんですけど、まあ、頑張っていきましょう。あわありがとう、あいちゅありがとう。えね、今日がちゃんいるらしいですね、教えてもらいました、やように。だけど漢字が違うかった、今日は一緒だったけど。すごい今日が、今まであんまり今日がって人を見たことないからレアだなって思いました。アイスありがとう、アイスありがとう。くるみちゃんもいるの、すごい。11期だね、クルッピーだ。京花って人ほんまに出会ったことない、友達とかで。友達に京花がいたことないねんけど。いいね、ラップでもさ、なんか女の子のアイドルグループとかでも、その日本のアイドルとかじゃなくてちょっと K-POP 寄りの人たち、なんかアイドルの人ってさ、たまにラップあったりするやんか。そういうの見てうわいいなーって思う。なんかラップパートかっけー。いい匂い。自分の名前出会ったことない。なんか嬉しくないそれ。自分の名前超好きです、ちなみに。めっちゃ気に入ってます、アイスありがとう、アイシュありがとう。あ、そういえば幕張のトーク会3次販売が明日までなので、皆さん来てください。来てくれますか、待ってるからね。まあちなみに正真正銘で、愛のホログラムの現地会はこれでラストだと思うので、愛のホログラム締めに来てください。初めての女だよな。一時ですでに加工済み、嬉しい、ありがとう。みんな追加追加
追加しちゃってね。可愛い教科に会いに来てください。アイスありがとう。結婚は雨だからできないです。本当に残念なんですけど、雨の日はもうこれ以外の理由がないというくらい、あの雨なので無理ですということです。アイスありがとう。9月って多分まだ暑いよな。全然夏服な気がします。よいしょ、ありがとう。8月末にならないとシフトじゃない。それは困った。会いに来てね、ミラボ界隈。待ってます、ミラボ界隈の皆さん。楽しそうな界隈だ。握手もトークも待ってます。ね、休みだったらいいな。会えましゅように。あとありがとう。地味に握手したことないの面白い。え、確かにないのか。え、マジ。あとありがとう。ノーマジ。ほんまにいい匂い、どうしよう。え、どうしよう。いい匂いすぎる。ハートじゃない、あ、ハート、愛しょ、ありがとう。だから今日は眠たいな。サイリウム、ハート、アイスありがとう。ハート、ハイシュ、ありがとう。早く握手しよう。ほんまに待ってるから、今日か待ってますから。ハイシュありがとう。まあということで、明日までなのでね、みんなもう次はないと思ってたくさん会いに来てくれたら嬉しいなと思います。なんて言ったらいい、その次の販売ってことね。分からんけど、知らんけど。知らんけど、もう追加できない、これを逃したら追加できないかもしれないっていう気持ちで、知らんけど会えたら嬉しいな。みんな来てくれるのかな。あ、そうだ、浴衣着るんで、ほんまに来てください。ほんまに。78会えるの楽しみにしてる。嬉しい、本当にみんな。また会いに来てね。ありがとう。みんな浴衣好きですか。まあレアなのでも、結構浴衣着てる姿で会えるの、でお話できるのは初めてなので、来てください。
浴衣暑いですか？どうだろう。あわ、ありがとう。ね、今日も来たことないよ。確かに夏の締めくくりにしましょう。楽しい夏の締めくくりにしましょう。一人で来たことないから来方が全く分かんないんですけど、リーナがこの間一人で来てたんで強化にもできると思います。リーナができて強化ができなかったら年上として情けない。アイスありがとう。すごいよな、強化にもできるのかな。アイスありがとう。ハートありがとう。例えば昨日ハリーポッターのガチャガチャ見つけたけど、バースデーケーキ以外持ってて、バースデーケーキがそんな一発で出ることって難しいことなんだろうなと思ってやめました。コンプリートしたかったけど、なんかもしまたタイムターナー出たら結構もう5個目なんですよ。でバイクも2個持ってるから3つ目になっちゃうし、スニッチ1個から、でも忍びの地図が結構ペラペラ、普通に神だからなんか普通に心配やから呼び欲しいけど、まあもういいかな。偉くないの、バースデーケーキめっちゃ欲しかったけど、でもなんかずっと机の上に散らばしてて、そのガチャガチャたちをね、やっと缶の中、箱の中に直すことができました。ようやく。ずっと邪魔やったんですよ。ハートありがとう。アイチュありがとう。そう、めっちゃ普通に神やったから欲しいなと思って呼びだけど、だからといってバースデーケーキか忍びの地図が出るなんてそんな都合のいいこと起きないかーと思ってやめました。両替機なかったし、結果それですね。ハートありがとう。アイスありがとう。
おお、暑いな。ハートありがとう。かわいい、ありがとう。雨降ってんだ。てれってる。ちょっといい匂いする。全然テンション普通全然普通なんですけど、ただ暑いなとは思ってる。あと前髪邪魔だなって思ってる。誕生日の一日、きょうちゃんの配信始める、嬉しいことだ。いい一日になりましたか？誕生日ってさ、なんか変なプレッシャーない？なんか自分的に大事な日って思い込みすぎて、いい日にしたいなって、いい日じゃなかったら嫌だなって、もし嫌なことがあったら嫌だなって、なんか変にめっちゃ考えすぎちゃう最高の一日だった。最高やん。それは最高な誕生日ってどんな日教えて。今日か、もう記憶に残っている。楽しかった誕生日。誕生日当日、何してたやろ今まで。アイスありがとう。誕生日当日、マジで記憶ない。なんか今までね、当日、うわ、友達と遊んでたな。友達にお祝いしてもらってた。めっちゃおもろかったな、それは。遠く帰っておしめに祝ってもらった。最高やん。アイスありがとう。でもなんか二十歳の誕生日だから、変になんか思い込みすぎてた。二十歳の誕生日、二十歳って一番大事だね。意識しようとすると変な日になる。そうなんですよ。だからといって意識しなさすぎても結構悲しくなってくる。あ、誕生日だったんだってなると結構悲しいんで。一番節目じゃない、二十歳って一番大事だなと思って。知らんけど別にいいけどもね。誕生日の思い出、当日の思い出今考えてたけど、でも振り返ってみるとやっぱもう覚えてないもんですよね。楽しかったことも嫌だったことも。アイスありがとう。フルコーラスやば。フルコーラス逆にどんなん誕生日、誕生日、あ、そっか。アイドルになってからは3回目の誕生日、3回目。
もう次21歳になるのやばい。来たのかこの年が。ついに来ました、やっとできる21歳。早い。でも二十歳なのか、自分二十歳なんだと思うと大人だなと思うんですけど、自分子供すぎて普通にびっくりしてる。生きてて、え、自分ってなんでこんなガキなんだろうって思うことが結構多いです。二十歳なんですもんね。もういいやじゃ二十歳なんだったらね、もういいか。愛しゅ、ありがとう。楽しみましょう、たくさん。そうだ、たくさん楽しまないと。そういうことでした。楽しみですね。ひょうちゃんの誕生日パスワードに組み込んだ、すごい嬉しい。なんかみんなの生活の一部になりたい。そう、意外に二十歳なんですよ。なんなんそれ、なんなん意外に二十歳って、意外と年取ってたってこと。じゃあもっと下やと思ってたんかな。え、59分も、あや、だらだら喋ってたいなずっとじゃあね、みんな終わっちゃうんですけど、まあまあ今日からまた明日もやってくると思うので。あ、でもね、あのトークは本当に明日逃すともあれなので、あれなんでね、来てください。本当にお願いします。ランキング見ます。おむすびさすけ13位、12位かつも、11位あきら、10位ミッキー、9位ケータ、8位コヘシャン、7位ユウキ、6位吉宗、5位ウエモン、4位白玉、3位ラオ、2位モモ、1位ナルタンでした。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。トーク会と握手会来てね、本当にお願いします。I'll be...